今のって河野さんのドラ先に切って安牌完全安牌の難を後に出てきたら、うん、もうそこで天牌ってやっぱり読めますか？思います、はい、ただ想像っぽく見えてもちょっとしょうがないですよね。そうだね。あ、想像の方に立った時はいいシャンテンありますけどね。ああ、はい、でもターツは足りてることはほぼ確定ですもんね。はい、トン三曲になりました。親は阿部です、ドラが嘘です。いいじゃん、嘘組み込まれてんじゃん。もうイメージでもうできてますね。そう、それがいいんだよ、ね、例えば、ドラが違うものだと嫌なんだよ。要するに3-5とか持ってってドラ表がないとか嫌なんだよ、うん、一番最悪、うん、しかもそういうのがね最後まで残っちゃったりとかね。そう、半数走でリーチとかも最悪だから、うん、本当に今回松田さんは一人だけすごくて、松田さんいい ね、めちゃくちゃいい。だ打点が今リーチブーって感じ、リーチブー、うん、リーチブーだね。1300だね。いい路線引いたな。跳ね前の一歩だよ、初めの一歩、うん、あそこからあの路線引きから跳ね前って始まるから、ね、ピンツも一平行ドラドラみたいなね。そう、初めの一歩えっ、めちっこいな。3ピン切るんだ。E1 切るかと思ったけどな。うん。やっぱりリータンツもドライチってあるからさ、3ピンやチーピンあんこって。そうですね。即席の告知。あれ、ドラ。告っちゃう？タニーはここでもうドラ。タニー告っちゃうよ。タニーそろそろ。2019年告っちゃうよ。まだそろそろってまだ始まった。だってすげえぞ。トンチューン E1 でしょ。うん、リアンシャンテンでしょ、タニだって10勝あるもん、告っちゃえ、タニどやって告れ、タニ頑張れ。ちょっと今タニの家族が見てること思い出したんで今タニ応援するわ。 E1 トンチューンね、皆さん、視聴者の皆さん、全国 3,4 人のタニファンの皆さん、少な少な、もっといるんじゃないですか、さすがに。あれトン引きましたね、引いた引いた。イシャンテン、あとイシャンテン、チュン3枚いますよ、チュン3枚。 E1 もね、1枚しかない、1枚しかない。ただ切り遅れる阿部が、今チュン引いたら谷の勝ち。 E1 浮いてんの1個、本当だ。チュンチュン、谷チュン引いたら勝ち。全国4人の谷ファン4人に増えた。チュンチュン、あ、やばいやばい、3万2000貼っちゃった、終わり、阿部死んだ、阿部さんが死亡。何やってんだよ阿部はよ、終わり、絶対終わり。でもね、全国4人の谷ファンの皆様、おめでとうございます。はい、私のお祈りも届いたようで、あの谷に国士、国士もそうです。天杯入ってます。ああ危ない、これに釣られちゃう、釣られちゃう、安倍さんが打っちゃうのか、筋安牌を抱えていいわ。あ、ここで論、安倍の E1 が谷の国士さん、はっていう顔してる、はって顔してる、全員で余らず国士。いやでもコメント見ると石橋さんいないのにという、いや石橋さんの解説だから石橋さん解説だから出ちゃったね。ただ谷の妹おめでとうな、お兄ちゃん頑張ってます。おいさんはいつも谷をいじってるけどね、嫌いなわけじゃないからな。阿部はもう痛いですね、やっぱりそこで今残してて、ね、やりました、告りました、告白成功。いいぞ重文。一番痺れてんの渋川ですよ。あ、ね、なるほど、もういい手いい手入ってさ、そうですね、そして今回親かぶりと、なんで自分だけ上がり番が来ないの。でもデジタルだからそんな思考ないでしょ、うん、もう 極単位で消去でしょそれは。まあそうなんですけどね。これ対人ゲームとしてやってるとね、引きずらないでしょ、なんだこれはってなりますよ。僕は引きずる、先生も引きずる、めっちゃ引きずる、あれってなるけどね。渋川小倉はねもう済んだことだから、うん、終わったことだね、うん、そんなにサバサバ生きられる人って。そう、河野も言ってましたけど、うん、うちの河野、はい、前回河野隆プロ感情なんて言ったんだっけ、感情動くの当たり前でしょみたいなこと言ってたんですけど、よくわかんないヒール、よくわかんないヒール受け負っちゃって、いやよくわかんないこと言っちゃってそう、やっぱ感情ね動きますからね、うん、動きますしね。点数がここで、はい、トップ目が小倉428と、で2着土田254とね、渋川国士、国士
なんか結構いい国士でしたよ今。いい国士いたの。いい国士いたの。本当だ。いっぱいある。チラッと見たらね、いい国士してましたよ。はい、次に移りますね。10種11種。これが噂のいい国士。どうですか。これいい国士じゃないですかこれ。うん、いい国士。うん、いいですね。何イピン。ていうかこれもいいシャンテンだよ。いいシャンテンですよこれね。嘘でしょ。嘘でしょ。何これ。三巡目にしていいシャンテン。ちょっとここ渋川を見せなくなっちゃいますね。なんといいピンだって。何か持ってんね、はい、マジ持ってるね。何さあここまで大物手を決めてきましたが上がってると思うんだよね今までのチャンス手をね。おイーピン抱えちゃった。おイデプロ抱えちゃったよ。危ないよ。ドラがイーピンなんですね。ドラがイーピン。あドラがイーピンだって、はい、そうか。じゃあ伊沢さんありがとう。ドラ教えてくれてありがとう。いえいえ先にイーピンを引きたいね、うん、そうですね。何は1枚ぐらいで残り3枚。うーんイーピンはあと2枚。どうなっちゃうの？どうなっちゃうの？イーピンが引ければこれあ怖い。いや何引けた？何引いたって怖いよ、はい。出ちゃうかもしれないよこれ。ね。ね、うん。どうしましょう先生。100万出ちゃったら。えまたこれ考えちゃってまて。何を考えたの？どっちが危険度ですね。そうか将来の。どっちから切ろうかなですかね。将来の危険度。さあグラムイーシャンテン。本当だ。これ形いいね。彼あれかな、ポンテンとか取るかな、クイタンで取りますかね。うん、リャンマンとウソのポンテンでウッパピンするんじゃないか、はい、ど真ん中のシャンポンあまり待ちにしたくないですよね。うん、あ、はい、イデの一品が危ない。さてイデの一品が相当危ないです。これ危ない。やばい。いやこれは出ちゃう。やばいですね。小倉天杯。小倉天杯。これ小倉が上がってくれると違う。これ小倉がリーチすれば、うん、イデさん打たない。ダマだと出ダマだと出ちゃう、ね、出ちゃう。リーチだと出ない。これでイデ助かった。イデ助かった。渋川また辛くなった。これはしびれる。リャンマン嘘でテンドラが出なくなった。ちょっと土田がテンパっちゃったよ。一通のテンパイでリーチに行きまして、いやいや渋川君リーパイしようかね。とりあえずリーパイしよう。テレビだから。いやー渋川がここで国士が成就しました。土田の表情映っております。どんな気持ちでしょうか。親を迎えます。さすがのツッチーもね、笑顔消えてた今、ね、そうですね、うん、すごい苦しい顔してた今。顔赤かった、はい、うん、いやーこれは驚いた。1回戦東海スタート。よろしくお願いします。あれもう始まってない。はい、さあ開始となりました。鉄人最短2、まずは鉄人による4名の対局です。上位2名が勝ち上がり、チーチャから小林、ナンチャ石橋、シャーチャ鈴木、ペーチャ村上の座順でスタートしました。ドラはイーマンです。そして今回のルールは2万5000点持ちの3万点返し、一発裏ドラがありです。親のサイコロは振らずに地7でハイパイの取り出しをします。1回戦目は上位2名が勝ち上がりですが、2回戦目以降は順位点がトップからプラス35、2着プラス5、3着マイナス5、4着マイナス15ポイントとなります。このようなルールで1日行っていきますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあそして解説は改めまして鈴木達也プロ、そして金子正輝プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあハイパイを取りまして2巡目です。ドラマイーマン、ざっとハイパイを見てみていかがでしょう。そうですね、太郎ちゃんがやっぱ一番早いのかな。 すごい、うん、二差しの3色も見て、そして村上はドラドラです。だが形が苦しい。村上にもう国士っぽいして入ってたよね。3品3万と切り出してます。はいはい、3万統一落としじゃん。じゃあもう統一点も見てないんで、国士のリアンシャンテンだもんね。あんまりドラドラあんまり意味ないな。でも言いそうがさ、もう3枚切れなんだよ。そうなんですよ ね、 そうなんだね。苦しいね、うん、あれ村上さん何種ですかね。いや10種でしょ。あ10種もあるんだ、はい、あじゃあ10種でジャントできてるんで、っていうかチュンチャンパイが2枚しかないんで、んリアンシャンテンはリアンシャンテンなんだ。統一が一組だから言いそうだよ ね、 そうですね、問題はこれ言いそう引いたら盛り上がるで。そうですね、1回戦目からの言いそう。なんでそこで関西弁になるのか自分でもよく分かんないけどさ。おっ、いいシャンテンだ。ということはこれ切られる言いそうが間に合うということも十分にありますね。このね村上ね、3万の2枚目をなかなか見せないじゃない。はいはいはい、統一同士は見せたくないんだよ。うーん、要するに3万6万ウーアンって
手出しだとまだチートイツやってんのかなとか。なるほど。なんかおお天敗だ、言いそうだ、いきなりだよ、多い、これ全員切りますね、この言いそう。そう、あの3万トイトイツだとを見せちゃうとチートイツを否定しちゃうから。うん、なるほど、そうですよ ね、そうすると国士かなと 思っちゃうから。さあなんと、でもあの3万手出しても、チートイツも見えないから一色手か、一色手か国士か、そうですね、ってことになっちゃうよね。それでだよ、天敗には見えないですよ ね。でこれ例えばソースとかロープ4枚つもぎりだけど、想像つもぎった瞬間に国士がバレちゃう、バレちゃいますね。うん、でさ、太郎がイーシャンテンなんだけれども、あの3万が間に合わないんだよね。うん、それで3万って石橋も使ってるし、太郎はもうあの老朽層引いた瞬間に換3万これリーチ打つ打たない、ダマン多分打ちますね、打つ、はい。それは あのね、例えば急走引きだと、急走引きだと打つかもしれない、ローソーだと打たない、ね、あ3万ほらこれで3枚見えるよ、これチー、これもう打たない、あチーか、あ違います、ごめんなさい、なんだよチーじゃねえじゃないか、気持ち違う、違う、違ったっす。でさ、これ大変だぞ、これどっちどっち、6球走6球ピン、6球ピンを選ぶだよね。そうですね、だってね、はい、どう考えてもね、この馬強だと。さあ残り1枚のいそう、村上ちょっと 手つきが触れてるぞ少し。あ本当ですか、いきなり国士だもんだって、ね、そうですね、いきなりこれなんだよ、そう5巡目こ国士転敗だぞ、今なら出るぞ誰からでも、全員切りますね、持ってきたらどうするこれ。いや全員切るんじゃないですか、ね、全員、いやいや切るけど、はい、持ってきた人間、あこれどうすんの、つも切りだね、 E1 やめよ。さあドラのイーマンが打たれました。イーマンより白の方が良くない、つもぎりの方が、あれじゃないですか、あの、うんうん、後々こうリーチとかかかってきた時に、まあまあまあ、そうか、はい、守備か、そう守備も一応、さあこれ、やった3万2000、なんとなんだこれ、いきなりだよ、大切なんでじゃねえか、3万2000点のイーソーを掴んでしまいました。掴んだかこれ、私今期3度目です、石橋が国士無双を報酬するのを見るのが、 A リーグでもなんか報酬したらしいんですけどね、RTD というリーグ戦でも国士無双、はい、もう1回は2回 RTD で、2回 RTD で、あ2回や、草葉の親が続きます。トン2曲その3へと進みます。今日はだいぶ草葉が積極策が成功していますが、同卓時はどうだったでしょう、王さん印象だとかは。結構押してくるなっていうのが何枚かありましたね、はい。まあ、1回戦の原さんの親の仕掛けにトップ目からリーチしましたもんね、ローキューピン待ちの、そう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 、高めいいペーコーなローキューピンとか、そうですそうです、キューピンが親の原の、うん、トイトイの仕掛けね、そうですね、サンフル仕掛け、あそこなんかすごい良かったですね、なんかね、うん、今日は一巡の差での神回避も見せた草場です。親番が続きます。ドラ3走です。そんな回避があったんです先切りがうまくいってるのありましたね、この順目じゃないと間に合わない、間に合わない、切った後転敗、切った後転敗というのが3回ぐらいありましたね。下茶があのターツができる前っていう絶妙なタイミングでした。先切り成功ですね。さあ今回は各社手配はどうでしょうか。松井は本日か、メンチートイ含み、国士のここら辺で、えまたまた国士、原はなんか、ね、白と何がない、白と E1 のイーシャンテンですか。イーシャンテン、なんとなんと、怖いな、白と E1、 ただ白は松井が統一、 E1 は3枚残っている、はい、わテンパった、あ原テンパイで国士無双白町テンパイ、早い30目、 あれ入れが1枚持ってる、これやばい、やばい山にあと1枚ですやばいですよ、原3巡目の国士無双テンパイ、国士ですよこれ、ま、4巡目に上がれそうな気がするんですけど、イデレがこれまずいですよ、まずいですねこれ、これまずい、今のうち、あおおおいやでもこれ手が進むと危ないですよね、これトンアンコでもうあと1枚しかないですね、他の人持ってこないでしょ、白引かない限り、そうですね、やばい、これはイデ危ないか、これは、おおドラが3層だけに、そうそう先切りとしました、井出耐えられるかこれは厳しい、耐えられない、すぐ白引かない限り、手が結構いいですから ね、で草場も白引いたらメンホンチートイーシャンテン追いつく可能性あるかちょっと腹のモーパイに力が入ってますね、でもあれいつもゴシゴシしてるんであんま変わんないです、うん、あなるほどルーティーンなわけですね
草場がペイを止めて、あ、そうか、ローピンが3枚見えたんですね。これで瞬間はハクが止まるかもしれないですね。はい、危ないのはこの入れ、ハクを引くか、うん、あ、嘘は切ってるから大丈夫、そう、嘘は大丈夫、うん、お、意外と出ないですね。意外と出ないですね。いや、いつ出てもおかしくないですからね。みんな見てる人ドキドキしてますよ多分。コメントもこれは盛り上がってるじゃないですか、発射台って。発射台、国士の発射台は怖いですよね。これドラ、ドラは3層です。ドラの3層つもぎって、はい、これはちょっとこのドラとつもぎりをどう見るかですよね。なかなかった3層チーしてハク切りそうですけどね、うん、そうですね、チーしたら出そうですよね、うん、チーしてハクもしくは数万を切りそうですが、あのドラでハク止まる、これはチーか、あ、さすがにこれはチーだが、とりあえず数万どっちだ、あ、そう、数万こらえた、お、これでハク食い取って数万、え、ドラの頭ウーアンと入れ替えるそんなことないです。できるか、できる、あるか、腹が積もる可能性だって十分ありますからね。あと1枚ありますね、はい、あと1枚をどこに行くか、いや、このリャンメンのイシャンテン入らない方がいいという、入らない方がいい入ったら大変です、あれは、うん、まだ発射台ですね。その井出の老朽層ですが、実は老層がもう山にないんですね。テンパらない、テンパらない方が幸せですよね、うん、そうですね、老朽腕は、老朽腕もあんまりない。腹が頭を振り返ると9番が上茶から出るので入れの地位点があります。なんかドキドキしますけど出ないですね。これ出ない展開になるとかある、あるんでしょうかね。え、3巡目展開でしたね。おっと、あれ、王がここに、メモスランコにイシャンテンで、こっちも吐く欲しい。9番でも頭にしますね、ちゃんともちもちあ、テンパっちゃいましたよ。テンパったが、いで、どうする、どうする、いや、これはやむなしか。腹の国士無双が炸裂です。32,000点、いや、出ちゃいましたね。いで、トンがあんこなだけにといったところでしょうか。水飲んでたんですけど慌ててローンしました腹の3巡目国士天敗の国士無双が炸裂しました。薄い老朽層持ってきちゃってました、持ってこない方がよかったですね。しかし井出も天敗、自分の手配の中でトンがあんことやむを得ないところでしょうか。まあ分かんないですね。腹の大きな上がりが出ました。よろしくお願いします。もうあれはい、始まりました。マスターリーグシーズン6第4節です。10節ぐらい。はい、コタナも、はい、よろしくお願いします。なんとこの解説室のパソコンまだページを開けてないっていうど素人な、なんと、はい、しばらくコメントが見えません。はい、ね、はい、今始まりました。トンの1曲ですね。親は下石プロ、ドラがウーピンです。なんとなん、親おかしくないですか。親の心配おかしいですね今映ってます国士数万がカウソーと言ってますね。はい、なんちゃにあだしプロ、シャーちゃんみずきプロ、レイチャーがパークタニプロ。これ5分で終わるやつですね。そうっすねもしかしたら、おっと、何シャンテンですか。イシャンテン、え、いや、イシャンテンですね。これマジで5分かかんない可能性ありますね。イーサン点で欲しいのは初とペイ。なんと、で、初2枚ペイ1枚切れて、で残りは全部山ですね。あ、テンパ。え、すごい。なんだこれ。あり得るのかこんなことが。ペイ待ち、ペイ待ちですか。はい、山にペイ2枚。え、今ならまだ全然出ますよこれ。これ5分どころの騒ぎじゃないですね。やばい。え、本当にこんなことあるんですか。そうなんだね、あるんじゃないか。やばい、叫びたい気持ちを今必死に抑えて。そうですね。コメントの皆さんは叫んでいいですよ。ちょっと叫ぶと、あまりに叫ぶと聞こえちゃう可能性があるので。やばい。これ手掴んだ人かわいそう。そうですね。さすがにまだテンパってないというか、どう思ってるんでしょうね皆さん。うん。一枚も余らず。五巡目転敗ですね。そうですね。パワーバンチだし、ね、リーチはしないですね。しないですね。さあ、このドラのウーピンのつもぎりで目立ってもまだ今のうちで切られるところですね。そうですね。そうですね。うん、まさかねみたいな。もう八百中杯が余るまでが勝負ですね。うん。うん、だから水木も今98とあるところ。ああ、出た出た。
出たすごい。可愛い。え、所要時間1分半ぐらいじゃないですか。そうですね。かっこいい。かっこいい。触るじゃないですね、これは有言実行ですね。わあ、すごい。もう5万点ぐらいですもんね。はい、これでまあほぼトップは盤石なんで、うん、まあ、できれば吉田をって。はい。はい。はい、難易曲一本馬、親は渋川、ドラパーピンです。はい。さあちょっと見えないです。うん。何、達也さんより見えやすい。だから隠すんだよね。左手だもん。はい。お、いいですね。すごい。最後の方が良かったですね。隠れてる方が。吉田も字がいっぱいあります。国士リャンシャン、え、リャンシャン君ぐらいじゃないですか、あれ今ちょっと一瞬過ぎて何枚か分かんない。なんか竹中本一白ですよね、はい、これ多分ね、リャンシャン、リャンシャン店ですよ、リャンシャン店。これつま、つもぎるまであります、9万と。おお、うん、確かに良さそうじゃないですか、9万つもぎるとちょっとぼかせるじゃないですか、ちょっとぼかせますね、はい、大体バレるんですけど、一瞬、はい、早くテンパった時にごまかせるんで、うん、竹中あんまり嬉しくない。ガンリャンズを引いてペイか一通かって感じですかね。手進んで嬉しいんですけど、一気に打点も、そう、これはこれイシャン点、イシャン点、イシャン点じゃないですか。何がいないの。キューピンとね、トンですね、はい、キューピンはね、場に2枚ゼロ山に、はい、トンがトン、誰も持ってないじゃないですか。トン全員やばいやばいやばい。ちょっとザワザワしてる。で、嘘じゃなくて、もう9万とかどうですかね、切るの。あ、ちょっと何、え、リーチ、え、リーチしました。あ、9ピン2枚がワードとか、ワードして、これ止めてで、はい、あ、これうまいんじゃないですか、この、はいはいはい、9ピン、トン待ちだったらしないですけど、ね、5ピンを切ってる吉田、9ピンだからこそ、はい、9ピン待ちの国士です。はい、終盤じゃなきゃ出ますからね、これは。ちょっと掴んだら、はい、みんな切っちゃうんじゃないですか、ドキドキしながら。はい、でもどうなんですかね、チュンの後に9万とか、あ、チーピンの後に9万とか切ってるのが G2 っぽいじゃないですか、はい、うん、あ、なるほど、はい、だから逆にピンは地獄探検、そうですね、多分止めた上で、あ、じゃあここで、あ、これは、はい、これは痛い、トップ目の渋川が打ちました。自国志切ないな、これは鳥肌が。いや、渋川も6秒通るんですけど、あれタイヤドライ1ですからね。まあ数万だとタイヤですもんね、はい、タイヤじゃなかったらローピン切ってもいいんですけど、はい、これはちょっとね、しょうがないですね、ちょっとレア、レア、はい、レア、レアケースですね、はい、先ほど2着だったユートから、そうですね、こう話すだけでもだいぶでかい。まあ、でもトータル2着でもくじ引きがあるんでね、まあ、2着狙いも大事になってくる。そうそう、ボスのくじ引きかかってるんで、うん、結構2着もみんな視野には。いや、ちょっと待って、光、あ、何これ、えテルフォだ、えテルフォ、テルフォ出た、ずるい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 、テルフォ、何これ、え、マジ、あれ今前に積もりました、トンですか、うわ、すげえ、これコールド、嘘、1万6000円、これやばい、やばい、ダメだ、終わりや、えぇ、ー、おかよ、おかよ、えぇ、撤収だよ、撤収、リーチ店や、何もらったら見てんねん、何撤収やん、これ、リーチ、これすごい、初めて当たった、ちょっと鳥肌だった、いや、展開してるかもしれないと言って、えこれつまらんねん、マジで、うわこれすごっ、ちょっと紙ローマでしょ、無駄に赤赤ですけどね、しかも高い、これはね、ポンが赤だったら積もる、それだけでも、わー、見せつけたの、この人も明日あたり事故に遭っちゃいますか、これ予選の力引かなかったんじゃないですかね、これやばい、ちょっと電報すごっ、これちょっと見て、隣にもう隣の部屋から北千住店待機してるんですけど、めちゃくちゃ悲鳴上げてますね。声がめっちゃ聞こえてくる。キャー。
麻雀スリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。